村岡山から見た勝山市街と、勝山盆地勝山盆地及び、大野盆地の地形図勝山盆地周辺の空中写真。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。勝山盆地は、福井県の霊北地方北東部、大野盆地に来た摂氏、勝山市及びその周辺に位置する、過酷盆地、谷底平野である。 講義には、勝山盆地も含めて、大野盆地とされる。勝山市へ、荒井付近で合流した葛竜川が北西へ、その後は西へ流れる。盆地を形成する地形は、扇状地、貸し団球、氾濫源などに分かれる。葛竜川支流である岩屋川、滝並川、暮れ見川、浄土寺川、女神川では、扇状地が発達し、沿岸では、菓子団球も見られる。 鹿屋川や坂瀬川流域は、袋状の堆積国が形成されている。く流り川の氾濫源は、境愛部である下洗い付近では幅500メートル程度だが、廟金島の堀名と安田間では1800メートルと、最も広くなり、中膨らみの状態となっている。く流り川両岸では、下肢断球がよく発達し、特に右岸では2段から3段の下肢断球がある。 勝山市街地を貫く段丘崖は、七里壁と呼ばれている。くず流川はかつて谷底平野を目いっぱい蛇行し、猛状の流路を作っていたと考えられる。氾濫源では、中須が発達し、集落の立地も見られる。1970年に、勝山市が和解の出井戸を掘った時には150メートル掘っても、岩盤層には達せず、盆地の底には、 鉱石層の地層が厚く堆積していると推測できる。稲作が盛んなほか、水菜、里芋、イチゴなどが特産品である。1988年に、勝山市茶丹町で恐竜の化石が発見されて、以降、化石発掘でも有名である。ありがとうございます。